だそうです。ゆっくりとしたスタートになりました。横に広がって並んだ格好のスタートですが、最内1番の三谷隆起、そして5番の田中春樹、外地元の東口義智が風を切りながら誘導員を追いかけます。その後ろに三谷、そして田中、2番の菊池慶史を4番手スタート、4番菅和彦、アウトコースから3番中川誠一郎、内には8番中村雅宏、そして6番山本健也、9番坂本隆という序盤戦です。3日目の最終レース、決勝へのシートは9つのうちすでに6つは埋まっています。残す3つをこの9選手で争います。これから2周回目、1番の三谷が誘導の後ろに収まります。正攻法に構えました。初日2日目ともに村上の前で戦いました。今日は後ろが東口、そして東口と同期3番の中川がこの近畿ラインの3番と選んでいます。中段には千葉勢、5番の田中に6番の山本、2次予選は小原に続いて3着に入りました。そして8番の中村が今のところ切れ目の6番手になります。中村は11年前の和歌山記念で準決勝 A まで進んだ実績もあります。さらに9番の坂本ライン、初日直線で連携した2番の菊池、北日本勢追走で茨城の菅は現在通算199勝です。第3周回に入っています。赤のレーサーパンツ、1番の三谷は SQS3 です。そして東口と近畿の2人、その後ろを固める熊本の中川、そして千葉勢が田中と山本、切れ目の6番手広島の中村です。2次予選2着でした。残り2周半、早くも5番の田中が1番の三谷を抑えます。中段のアウトコースに9番の坂本、その番手は昨日1着の菊池、そして菅が北日本勢の3番手。チャンス周回に入っていきます。1番三谷が中段のイン、その外で9番の坂本が抑えます。前で受けるのが変わって5番の田中、千葉勢が前で受けて8番の中村3番手、9番坂本が中段外並走を抑えてから5番の田中をジャン前田中に行って先頭に立ちます。三谷は今のところ後方流れを見ている。ゆっくり内側、田中が車を下げて5番手、その後ろから1番の三谷行きました。三谷、東口、中川、三谷が9番の坂本を叩きに行く。さあそして3番手をまず決めに行ったか、先頭は9番坂本、2番菊池、3番手菅のところ、1番の三谷が3番手、その後ろ東口、そして3番の中川が外から自力に切り替えるか、そして千葉勢も後ろからやってくる。先頭はしかし2番の菊池が牽制する。坂本マークの菊池が出ていった。2センター4コーナー、あとはこじ開ける東口、そして後方5番の田中に直線、先頭は菊池、菊池先頭、後ろから東口、詰めて並んだ東口、菊池、2人が並んでいます。ではリプレイで振り返ります。共にラインの番手の選手、菊池が9番坂本逃げて三谷のまくり上げを再々三四郎ブロックだったんですが、その間から東口が三谷と坂本の間こじ上げて、そして田中は少し煽りを受けました。菊池、東口、この2人のゴール前はデッドヒートになりましたが、どうでしょうか。接戦になっています。3着入線は1番の三谷か。スーパースローで振り返ります。番手から出ていった菊池、そして東口、菊池がわずかに1着か、東口、そして三谷の近畿勢が2着3着。 SK3 三谷も決勝進出の権利を獲得したようです。決定をお待ちください。第12レースでした。12レース準決勝をご覧いただきました。ここは主導権北日本ラインでしたね。そうですね、はい、三谷選手もホームからね来ましたけれども、来ましたけどもね、一瞬中段に入りかけてのレースになりましたけども、最後来ました。はい、決定1着2番、2着7番、3着1番。お客様に第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式25,020円、枠番2連勝単式25,850円、車番2連勝複式2番7番1110円、車番2連勝単式2番7番2320円、3連勝複式1番7番
2番7番。